見下ろした、ジェイコブスラダー。下には、ジェームズタウンが見える。セントヘレナレールウェイカンパニーは、セントヘレナ島の首都ジェームズタウンにて、1829年に、傾斜面作動を建設した鉄道事業者である。作動は、ジェームズタウンの港及び、中心地から、ラダーヒルトリデまで物資を持ち上げることを目的としていた。王立公平軍団によって、 1871年に長い急な階段に再建されており、現在はジェイコブスラダーとして知られている。階段は第一級指定要所として指定されている。階段は現在照らされており、ハーフツリーホローの住宅地が発達したラダーヒルまで登るのに利用することができる。階段は699段からなっており、183メートルを登る。 毎年タイム計測による走りがジェイコブスラダーを登って行われており、人々が参加するために世界中から来ている。ありがとうございます。